す光影夕暮れ沈む夕日桜舞うこの街照らせよこの街に64期の諸君、久しぶりです。僕は西高で、今ね、新郎主任やってます。君たちが入る前にやってたやつですね。ちょうど今3年生の、センター試験前の、中
州人との会になっています。それだとね、アメリカ研修っていうのが西高で始まって3月の末に10日間ぐらいボストン、ハーバードとか MIT で授業を聞いたりするのを1回2回、3回目も今度輸送することになっています。そんな仕事やってます。それから4年生の人で就職決まった人おめでとうございます。今離職率高いって言うけど、不公平なこととか、不合理なこととかそういうのあると思います。でも3年間は、頑張ってください。そこからね、3年やった後判断しても遅くないんじゃないかと思います。3年生の職員、2年生の職員、1年生の職員、5年生の職員もいると思いますけど、1年間しっかりきちんと努力をして結果出してください。以上です。福寿園児の皆さん、こんばんは。今私は、70期の担任に入りました。みんなが1年生の時のことなんかも思い出しながら、ああだったな、こうだったなって思いながら今やってます。皆さんはいかがお過ごしですか？そろそろ就職に決まり、新たな一歩を踏み出す人も多いと思いますが、でも明日も今日の続きなので、今日一日一日を一つ一つゆっくりゆっくりゆっくり進んでいってください。君たちらしくまたこれからの人生を送られることを心からお祈りしています。ではみんな元気でね。はい、こんにちは。64期の皆さん、こんにちは。今68期の3年生の担任してます。今ちょうどいろいろね、調査書とか大変な時期、忙しい時期なんですけども、今浅野君と三浦君前にいますけど、すごく懐かしくですね、思ってまた頼もしく思ってます。他の皆さんも多分ね、頼もしく成長してると思います。今空がですね、今夕焼けで綺麗なんですけども、そんな空をですね、眺めつつぼんやり生きてますので、皆さんもですね、しっかりぼんやり生きてください。では頑張って活躍してください。以上です。こんにちは。64期の同窓会ということで、本当に懐かしい面々が揃うんだと思います。お元気ですか？私は64期卒業した後は担任はなく、ひたすら英語だけを教えている感じで、少々寂しい毎日です。西高校にもまだ13年目になりましたけれども、まだいます。ですから、時間のある人はぜひ遊びに来てください。今西高では1年生でディベートをやってた、あれがクラス対抗ディベートということになりまして、なかなか盛んにやっております。皆さんも社会に出てから、いわゆる自分の意見を言ったりとかね、そういう機会、またそれを英語で言う機会とかも、どんどん増えてくることと思います。西高卒業した人なら大丈夫なので、ぜひ、自信を持って、進んでいってもらいたいと思います。じゃあ就職を希望が決まった人は新しい社会に出て頑張ってください。それ以外の人、頑張らなくちゃいけない人はぜひぜひ頑張ってください。応援しています。ありがとう。64期の皆さん、こんにちは。体育科の三品です。就職が決まった人もいる、とのことで、にやかに集まっていると思いますが、まだ決まってない人も来年に備えて頑張ってほしいかな。たまには学校に遊びに来てください。ダメ。はい、64期の皆さん、こんにちは。体育科の尾崎です。忘年会に呼んではくれないけど、ビデオだけ撮れっていうことなので、メッセージを皆さんに残したいと思います。先生たちもいろいろと変わってますが、西高は変わらず自由な雰囲気でやってます。ぜひ暇な時には顔を出して後輩たちにいろんな刺激を与えてほしいと思います。就職をしたり、これから就活をしたり、大学行ったり、いろんな子がいると思いますが、若い時はいろんなことできると思うので、諦めないでいろんなことに挑戦して、もっともっと伸びてビッグな人間になって、ぜひ西高に戻ってきてください。年の瀬です。風邪をひかないように。それでは皆さん、良いお年を。64期生の皆さん、お久しぶりです。
世界史のアズアタです。64期生の皆さんは私が初めて西高で世界史を教えさせてもらいました。覚えておられますでしょうか。あのあと、67期生の担任をさせてもらいました。現在卓球部の顧問を相変わらず続けています。さて、幹事の方から64期の皆さんが就職ということを聞きましたので、ぜひ、新しい社会で頑張ってください。昔、3000年ほど昔前の中国の皇帝の洗面台にあった言葉ですが、日に新た、日に、日に新た、日に新たという言葉があります。毎日が新しい日で、新しい人生がこれから始まるということを、朝顔を洗うときに皇帝は見て仕事をしていたんだろうと思います。皆さんは毎日新しい日をこれから送ることになると思います。今までのことは全く気にせずに、ぜひ一日一日を輝かしてください。頑張ってください。以上です。はい、64期の諸君、お久しぶりです。証拠にもなくまだ西高で授業やってます。もう定年は迎えて3年目になるんですけども、まだ元気にやっています。64期の諸君はね、私は65期の担任だったんだけど、なぜか非常に懐かしいというか親しみやすい連中が多くて、今でも時々懐かしく思い出します。部活なんかに来てる子を見ても懐かしいですね。もうそれぞれ社会に出たり、いろいろ大変だと思いますけども、将来のために頑張ってください。私も元気で頑張ります。じゃあ皆さん、こんにちは。社会科の篠田です。覚えていますか。64期の皆さんがいよいよ就職と聞いて、月日の経つのは早いものだねと思います。皆さんが1年生で入った時、僕も西高に移動してきたんですよ。ですから皆さんと一緒に西高生活を送ったという強い思いが今も残っています。その皆さんがいよいよ就職、早いですね。皆さんとは現代社会や政治経済を通じて、あるいは読書会もやりましたね。いろんなことやりましたね。楽しい思い出ばかりです。今私は68期生の担任です。68期生は今3年生です。皆さんの後に続けと一生懸命勉強しています。なかなか成績伸びなかった人もいよいよここに来てぐっと伸びてます。やっぱり先輩の後に続けって西高生らしい気概と心得きてるんでしょうか。ちゃんと受け継いでるんですね。さあ、皆さんが就職先生に立つにあたってアドバイスがあるとすれば、まあ一言で言えば、どうぞ自分を安売りしないでください。自分が何者かをよく心して掴んで、そして自分を高く評価してくれるところ、自分の夢や希望を実現できそうなところ、そういったところをぜひ探してみてください。もちろん最初から希望通りになるかどうかは分かりません。でも10年先、20年先、30年先、自分のやりたいことをきちんと見据えて、そして就職先生に臨むといいと思います。皆さんが一生懸命考えて決めたことはきっと正しい選択のはずです。皆さんの希望が実現できることを応援しています。そして後輩にも応援してあげてください。健闘に乗ります。